見せたいんだけどね、見せるとこぼれるから、なんかすいません見せれませんどこ、もう今日も持って帰ってきたんだけどこぼれちゃって大変だったんです。見せれるかな今日のお弁当、限界だった、今のが限界。カレーです。なんかご飯がタイ米みたい、タイ米っぽいご飯だ、美味しい、めっちゃ好き。うんうんうん、辛すぎずっていうか辛くない、私が辛くないって思うくらいだから多分相当辛くないです。うんうん、でもちょっと量が多そうな、見るからに感じですけど美味しいです。すいません今コメント見てませんでした。何カレーなんだろう、2種類ある、でも私は味の違いも分かりません、うん分からない、うん、どっちも美味しい、うん、何が違うんだろう、ちょっとでもチキン入ってるから多分バターチキン、でもこっちもチキン入ってるかなこれ、うん、こんばんは、違いが分からない、ちょっと水を一旦ね飲んでから味比べをしたいと思います。今こんな感じで2種類のカレーが、ちょっと色違うの見えますか、ありまして、まずこちらちょっと赤みがある方から食べてみます。うん、甘いです、甘い、辛さが1ミリもないぐらい甘い。続いてこっち、ちょっとねこっちの方がドロッとした感じなんですけど、うん、確かにちょっと違う気がするけど、違い何が違うかあんま分かんない、すいません。でもなんか2個目の方はちょっとピリ辛って感じ、分かんないです。今もそう、絶対に食べきれる量ではないこれは何なんだろう、謎のこのチーズかな、でこのねご飯が美味しい、こういうパラパラってしてるタイ米みたいな、カオマンガイとかにも入ってるようなご飯好きなんだよね。おいしい、よかった持って帰ってきて。なんか今日私朝もねカレー食べたの、残りのカレーだけど、だから迷ったんだけど、持って帰ってきてよかった、美味しいです。
ね、どこのカレーだろうこれ。でもなんかこういう本格的なカレーを食べるってなったらなんとか食べちゃいがち、食べがちだけど、こういうねあれもいいね。黄色いご飯、ご飯カレーも美味しいね。そう、なんかチーズナンとか好きだから。ご飯にするのもいいですね。どこだっけな、新栄の方のねにね、カレー屋さん、チーズのナンがあるカレー屋さんがあるんだけど、そこに行きました。舞台期間中。うん、お腹いっぱい。こんばんは。今日は公園でした。新栄は栄の次です。新栄町っていう駅。ダイヤモンドホールとかにあります。なんか私、義経千本桜が新栄だったんですけど、新栄でその舞台何4日間くらいやって、でその週、その次の週に、次の週っていうか日曜日までだったから、その週にダイヤモンドホールでチームライブがあったの、 SKE の。だから私もう新栄に滞在しすぎて、もう SSKE だねってファンの人に言われた。新栄48、栄48が SKE だから新栄 SSKE だねって。うまい。今は SKE に戻ってきました。SSKE から SKE に戻ってきました。伝わった意味。伝わったよ。じゃあね、分かったら反応してくれるとこっちもやりやすいです。やっぱね、コミュニケーションは大事ですからね。コミュニケーションを、離れていてもコミュニケーションを取れるツールっていうのでショールームやってますから。
分かった、私がカレー食べててすぐお腹いっぱいになる理由。味が変わらないからだ。ウーバーじゃないですよ。どこのお店なんだろうこれ。気になる。スプーン食べやすそう。そう、私スプーン の金属音が苦手だから、金属じゃないスプーンが欲しくて買いました。そう、 味変大事。すぐ味変する。カレーってなんか味変あんのかな。むずくない、こういうカレー屋さんのカレーって。ああ、福神漬けね。福神漬け大事だわ。福神漬けちょっと今欲しいもん。でもこういうカレーって福神漬け載ってないよね。家庭のカレーなんていうの、例えば家で作るカレーとか食堂とかで出てくるカレーって、具が入ってるそのカレーって福神漬けついてるけど、こういうカレーってチーズはね乗ってます。らっきょう、らっきょうってなんか食べたことないかも。いや、わかんない、あるかもしんないけど、味覚えてない。いや、あれがらっきょうかも。あんま好きじゃなかったかな。うん、納豆カレー美味しいよね。ココイチで考えたいろいろあるけどさ、でもなんか味は変わんなくない。例えばカツとか入れた、ココイチだったら何食べる、トッピング。うん、でも最近行ってないな。最近行ったのいつだろう、ココイチ。あ、ウーバーしたことあるわ友達と。その時はなんかシーフードにした気がする。美味しいよって言われてシーフードに記憶があります。今行くなら何にするかな。本当に今の気分だと、なんか卵スクランブルエッグ、まあ、チーズはマストで、スクランブルエッグ、と何があるっけ、意外といっぱいあるよね。ハーフなんとかとか、ハーフなんとかにしたらさ結構いっぱい入れていいみたいなところあるくない。だからスクランブルエッグにチーズに、あ、でも納豆もいいな。
ほうれん草入れたことない。納豆もいいし、豚しゃぶもいいな。でも私はあれが好きです。あのなんだっけな、カキフライかな、カキフライだっけ、カニクリームコロッケだっけ、なんかそういう系のコロッケをハーフにして入れたりしたこともある気がする。タッチパネル好きになったの、ココイチ。そうなってから行ってないな。一緒に、みはるとココイチ行った時にめっちゃでかいカレー食べした記憶がある。マジでかかった。初めて見た、一番でかいの食べてた。なってないとこもあるんだ、タッチパネル。でも最近どこのお店もなんかすごいよね。この間サイゼ行ってびっくりしちゃった。なんかまあそれもお店によるんだけど、私が最近行ったサイゼ、なんか番号を入力すると、その商品が出てくるの、携帯の画面に。なんかもう本当に店員さんみたいな。メニュー表に書いてある番号を打って、そのアプリじゃないな、 QR コード入れて打って、でそこにパーって出てきて注文みたいな。でもそうじゃないとこもあった。最近なんか何回か行ったけど、岐阜駅はボタン式でした。数字押す式でした。サイズこないだ。なんかあのミラノフードリアを頼んだら安すぎてびっくりした。サイズマジ安い。なんかやっぱ大人になってからいろんなお店に行く機会が増えて、焼肉屋さんとかね、それが普通に会計とか自分でもするようになるじゃないですか。で久しぶりにサイゼに行ったら、いやっすみたいな、こんなに食べて、こんなに2人とか3人とかで食べてこの値段っていうのが衝撃、感動した。あれやりました、ちゃんと間違い探しやったけどばっか難しかった、全然わかんなかった。ほとんどエゴさんが答えた
でもさ、左右での最善のあの間違い探しって絶対に分かんないのが 2,3 個あるじゃん。でも答え見てもえみたいな、本当にこれ違うみたいなくらいの間違い。だからあの K2 の ZEP の2年前ぐらいのミオタンが描いた T シャツあったじゃないですか。あれぐらい、あの間違い探しぐらい難しい。すっきりせずに終わる、いつも。そう、魔法の K2 ね、久しぶりに見てたんだ、その時のライブ映像。懐かしいなと思って。そう、めっちゃサイズ難しいよね。これ初デートだよね、多分。初デートにサイズはありなし論争。どうなんだろう、大人だったらダメなのかな。やっぱ大人はサイズダメなのかな。みんなはどう思いますか、初デートにサイズ。まあさ、小中学生、中学生とかだったら、中高生かとかだったらまあいいじゃない。なしなんでもさ、関係性によらない。もともと出会いからもうそういう恋愛感情で、もうこの人と付き合いたいみたいな思ってるんだとしたら、まあいいところに連れて行きたいなってなるかもしれない。けどさ、サイズ気軽に行ける関係性になれるのか。なるほどね。でもさ、それもあれじゃない、なんか後にそうなるなら何あるやん、所定がそこでいいのかっていう問題ですよね、おそらく。もともと友達で初めて二人でご飯行くって言って、でもさ、なんか事前に言われてるかにもよらない。なんていうの、たまたま会ってご飯行こうよ、サイズあるよ、サイズにしようみたいな、目の前に会ってサイズでいいんじゃないみたいな感じだったらいいけどさ、なんかじゃあ1ヶ月後ご飯行きましょうみたいな1ヶ月後何日の何時にご飯行きましょうみたいな約束しててさ、サイズだったらさ、思うってなりそう。女の子の方が意外とありっていう人が多いんだね。ゴエモンはダメなんだゴエモンとスパジロダメらしい。でもなんか難しいよね。
ぱいあるもんね。私もなんかガヤガヤするとこ好きじゃないから、居酒屋とかよりは静かなところがいいな。もう鳥貴族とか何喋ってるか分かんないじゃん。居酒屋ってさ、もう自分の声聞こえないし相手の声も聞こえないし疲れちゃう行ったことない店に行きよりサイズ、あーなるほどね。確かに知らないお店でなんかあたふたするより行ったことある店の方がいいのかな。確かに難しいね。なんかあれだもんね、下調べとか行けないもんね一人じゃ。そういういいお店ってなかなか、どうやどこで会計がどことかメニューはこれが美味しいよとか、ミラノフードリアが美味しいよ、この意外とそら豆のソテーが美味しいんだよとか言えるもんね、サイズだったら。トリッキーは他の席の会話、隣の席の会話聞くのが楽しい。え？じゃあ自分は喋らないってこと？あ、でも一人で行ったらそうかもしれないけど、隣の席にさ自分の会話聞かれるのも嫌だしさ、会話聞こえてくるのも嫌だから、トリッキーはいい、うるさいよね。いや好きなんだけどね、よく行くんだけどね。すごい声、私声が通んないから声張らないといけないから大変。私でも初デートとかラーメン屋さんとかがいいかも。なんか向かい合うより緊張しなそうじゃないなんか目の前でなんか人にさ、人なんか私結構友達とご飯とか行く時とかもこの対面式より横並びの方がなんか気が楽っていうか、なんだよね、並び合いで食べるのもロマンチックよね。ロマンチックではないけど、ロマンチックではないけど、全然ラーメン屋さんはいや私一蘭とかも大好き。なんか喋りたい時だけさこうやればいいわけでしょ。食べる時はもう集中して、もうああいうの大好き。ラーメン屋さんでいいです。カウンターの ラーメン屋さんできれば前に店主いないやつがいい。何も一覧一覧で でもなんかもんじゃ屋さんがあるの、もう横並びで鉄板が前にあるみたいな、で前壁めっちゃ良かった。人と正面でご飯食べるってあんまり何得意じゃないのかも。こちらのめっちゃいい。焼き肉屋さんもあるじゃん、カウンター式みたいな。
あ、そうだからドライブとかもめっちゃ顔見えないからいい。めっちゃいい。ドライブしたいんだよね。最近してないな。こんばんは。みんなの初デートはどこでしたか？今見てる全員教えてください。映画館。おお、映画館か。へえ、それは会うのも初めてなの？まず映画館を深掘りしていこうと思います。一人ずつ深掘りしていく。え、ユニバ？ユニバ結構ハードル高そう。遊園地ってハードル高くないの？モスかな。モスなんかい。この人さっきとサイズ なしみたいな、サイズもゴイモもなしみたいな言ったのに、モスなんかい。あ、文化祭めっちゃいいね、夏祭り。へー、モスかい。モス別に悪く言ってるわけじゃないけど、サイゼとゴエモンスパジロダメで、モスだ、モスはいいんだ。映画館、確かに映画館もさ正面向き合わなくていいんだね。あ、昔のね、自分のあれを教訓にしてるってことか。あと何があったっけ。あ、水族館。阪神パークってなんだ。遊園地だそうです。映画は終わった後も感想話せるのがいい。あ、なるほどね。へえ、そっか、映画の感想あんま喋んないかもな私。っていうかさ、今日話変わるんだけど、今日ファンデーション塗り忘れちゃった。公園ファンデーションってあの肌きれいにするやつ塗り忘れちゃって最悪なんだ。映画館行きたいな。最近映画館全然行ってないな。なんかわ、この映画見たいっていうのがない、なんか見つかんないのとタイミングが合わなくて。普通に映画館に行きたくなるっていう。お肌綺麗よ。いや、これはねフィルターがかかってるからね。ショールームはフィルターかかるからね。タイタニックね。タイタニックいいよね。映画館でタイタニック見たかったな。見てみたかったな。おすすめの映画ある？タイタニック。彩香ちゃんが一番好きな映画何？タイタニック。タイタニックしか喋れなくなっちゃう。タイタニックで、なんかすごい内容覚えてる映画ってあんまりないかも。なんだろう、あの最近はもうネットフリとかで
見ることが多くて、ネットフリで見た映画は大体内容を忘れちゃうんだけど。映画館で見た映画も内容ちゃんと覚えてんのってなんかあんまないかも。タタニックは覚えてます。映画館でタタニック見たけど長すぎて途中で寝た。もったいない。っていうかさ、今日公演中にさ、なんかこうなってる人がいて、すごいなんか感極まって、なんかちょっとこういう表情で感極まって泣いて、泣きそうになってんのかなと思ったらめっちゃあくびしてたまあ口を押さえてくれるだけね、ありがたいけど、めっちゃあくびしてた。アンコールだったから眠かったんかな。そしてバトンを渡された。見た見た見たけど、見たよ。すごい素敵で、なんかめっちゃ泣いた記憶はある。あのなんかね、覚えてるんですよ内容ほとんど。でもなんか事細かに説明しろって言われたら、感想を言えって今言われたら、ちょっと一旦もう一回見返していいですかってなるかも。でもその時最前で見たの映画を、だからもう首が痛すぎて、っていう記憶があります。初めて公園でハートブレイカーズ見た時泣いた。ハートブレイカーズで何泣きですかそれは。ハートブレイカーズ泣き、公園泣き。なんか私も公園たまに他のチームとかも見に行った時とか普通に泣きそうになる毎回。あんまりさ、なんだろう、劇場で生で見れることってないから、たまに見に行くとなんかめっちゃ感動する。いいのゲネプロもめっちゃ感動したし、制服の絵もめっちゃ感動したし、S も見に行った時めっちゃ感動したし、めっちゃ感動しますよね公演って。17日の時間がない公演入ります。お待ちしてます。公演がたくさんですから今月は。感動するよね。なんか私はさ、なんだろう、その制服の目とか他の新公演とかもいろんな話を裏で消えてたりもするから、その感動もあるけど、ただなんかただキラキラした曲でみんなが楽しそうに踊ってる姿を見るだけでも感動するよね。45分にまでやります。マジで見たことない人見てほしいな。またちょっとお付き合いください。本当じゃないんだけど、あやが初めて鉄な公園で初めてセンターした時は感動したの。鉄なもね、いい公園だよね。全部いい公園。
私は今やってる公演全部好きです。見てて楽しい公演とやってて楽しい公演は変わります？いや、わかんない。なんか やったことない公演楽しそうに感じる、やっぱり。なんだろう、自分ができない公演ってすごいなんか難しそうにも感じるし楽しそうにも感じます。なんか K2 公演、今時間がない公演ってどちらかというと楽しいってよりもなんだろう、かっこいいとかパフォーマンスみたいな感じじゃないですか。だからやっぱチーム E とかめっちゃみんなとメンバー同士目を合わせるとこが多かったりとか、コールがすごいもう声出していこうぜっていうぐらいだから、コールめっちゃ返ってきたりするのは楽しそうって思う。 S もだけど K2 はさ、もう例えばハートブレイカーズとか楽しいではないじゃん。私はでもあの歌楽しいんだけど、あれやってる時が一番、あれをあの曲をやってる時が一番楽しいんだけど、私は楽しいって感じじゃないじゃないですか。あの歌とかも、その異形のダンスとかも楽しいじゃないから、いい公演とね、すごい。とか手綱とかは楽しい公演じゃない。楽しいよ、コールがあると楽しいですよ。見てる限り一回も瞬きしてなかったよ、ハートブレイカーズ。いや、あれはね、何回か言ってるんですけど、瞬きしないのが正解ではないと思うんですよ、私は。答えはない、正解はないけど、私的にはまばたきも人形っぽくまばたきできるなら全然いいと思うんですけど、私はそれができないので、今のところこれから上手になるかもしれないけど、人形っぽいまばたきなんかできないからしないようにしてるっていうだけなんです。だから私が正解ってわけでもないし、他の人が正解ってわけでもないんです。いつか難しくない？人形っぽいまばたき、なんかゆっくりなのかな。私のイメージは閉じるのは早くて開けるのはゆっくりなの、人形のイメージは。でもなんかできないんだよね、多分目の作りが違う。人形ってデメじゃないですか。デメだけど私奥目だからできないんだ。難しいよね。なので私はできないので目をつぶらないようにしてます。人形、人形だからね。あと2分だ。それでは皆さん、ちょっと今からこの髪の毛を取ります。今日このまま帰っていたので、例えばカレーは全然食べ終わりませんでした。ご飯だけなくなったんで終わりにしましたね。ピンの数すごそうだよね。でも私はもう公演終わりに結んでた髪の毛、例えばポニーテールとかツインテールとか結構キュッて結ぶ系、下ろしてない髪型をほどいてあーってやる瞬間が一番好きなんだ、人生で。人生で一番好きな瞬間なの、それが。だからもう楽しみでしょうがない。今日なんて絶対最高だもん、撮ったら。まあわよくばヘッドスパに行きたかった。でもなんか
公演終わりにこの汗かいた髪の毛で行くの申し訳ないなと思って行けないんだけど、公演終わりは本当だったら行きたいんだよね。涼しそうな髪型だね。なんていう髪型なの？お、いい質問ですね。じゃあ最後にこの質問この質問に答えてっていうかで終わりましょう。髪型の名前はですね、本日あげました X に書きましたので、ぜひ見ていいねしてリツイートしてリポストかして見てください。あ、待って、公演前の午前中に行ってください。いや違うんだって、だからだからこの結んでほどいた瞬間がいいんだって。わかりますか？わかんないよね、ごめんわかんないよね。そう、アイドルってそうなんです。もう今髪の毛キューってされてるから、それをほどいて頭をマッサージされる瞬間が一番いいんですよ。だから公演前に行くのは意味ないんです。ごめんね、わかんない話して。そうなの。いやだからね、ヘッドスパって公演終わりに行くのが一番いいだろうって毎回思ってる。でもマジ汗かきすぎて申し訳ない。いや本当に、じゃあみんなも一回結んでみて、髪の毛を、髪の毛を結んで3時間ぐらい過ごしてみて。何時間、まあ何時間、私今日髪の毛何時にやったかな、4時ぐらいにやったから6時間だ6時間でした。髪の毛をきつく結んで6時間過ごして、でほどいてカーってやってみてください。私の気持ちがわかるはずで、まあ汗かくといいね。ああさ、そうかも、帽子かぶって撮った時とかピンの数何本だろうね。でもいろんな種類のピンがある。ピンもね痛いんだよね。ほらめっちゃ髪の毛抜ける。今から髪の毛が抜けまくります。私のこれいつか行きたいんです。そう、とにかく痛いってことだけ覚えといて痛みから解放されるってことだけ覚えといて。痛みから解放されて幸せなんだよって思っといてください。それでは皆さん、今日は昨日よりコメントが多かったのでちょっとね延長しましたありがとうございます。また配信した時にはよろしくお願いします。それではさようなら。